はい、どうも皆さんこんばんは、レプチンです。はい、今日はですね、質問コーナーということで、1ヶ月以上前なんですけども、チャンネルの掲示板の方で質問を募集したやつのところに書き込まれている質問からね、いくつかね、取り上げて、それに答えていきたいと思います。はい、でね、まず一つなんですけど、遅くなってすみません。5万人記念で何かしたいなと思ってたので、そのうちの一つに質問コーナーしたいなっていうことで、あらかじめあって掲示板に書いてたんですけど、まあ1ヶ月ぐらい期間空いちゃったのはなんかちょっと遅くなっててすいませんと。まあでもその代わり結構いっぱい質問来てたから、はい、まあいろいろバーっと見たんですけども、まあ今回ね、答えていく質問は特に多いとか、まあその掲示板だけじゃなくて、まあライブとかツイッターとかでも結構言われる、頻繁に聞かれる質問をピックアップして、答えていこうかなと思います。はい、じゃあまずね、早速質問その1。はい、ポン。これですね、名前の由来は何ですかとのことなんですけども、これ非常に多いですね。なんでレプチンなので、ひらがなでレプチンなんですけど、カタカナとかちょっと間違いなんですけど、なんかカタカナでね、なんか細胞かなんかでレプチンっていうのがなんか実際に存在するみたいでね、まあ、それとは全く関係なくて、レプチンは、バンプオブチキンというね、歌手が大好きなんですけども、もう中学時代からもう十何年前からずっと好きで、でそのバンプオブチキンの曲にですね、星の鳥、リプリーズという曲があるんですけども、そのリプリーズっていうのを、昔はなんかゲームとかやるときに、ハンドルネーム、名前に使ってて、でまあよくみんなに、ね、リプチンってやってたんですけども、なんかそれがなんかいろいろありまして、レプチンになったという感じですね。そこからずっとレプチンという感じですね。はい、だから前はレプチンって名前じゃなかったんですよね。はい、聞いてたらレプチンになってた。じゃあ次の質問ですね。はい、ポン。年齢、身長、体重をどうぞと。年齢はですね、2018年今年で、27歳、7月の15日が誕生日、レプチン7月の15日に、27歳になります。はい、もうアラサーでおじさんですね、すいませんでもこれからも頑張っていくんでね、よろしくお願いしますね。はい、身長は175センチ、体重は結構俺太ってて、今ダイエットしてるんだけど80ちょいかな。筋肉ある人はね、すごいそれがいい体重なんだけど、レプチン筋肉なくて脂肪で87なんで、結構まあデブですね。はい、まあ頑張って筋トレしております。はい、で靴のサイズは28ぐらいかな、ここに書いてないけどついに答えておきますね。28ぐらい。視力は悪いですね、めちゃくちゃ。目も悪くて、もともとね、どっちも 2.0、2.0 だったんですけどね、なんかどんどんやっぱり、これで YouTube やったり、ゲームやったりすると、どんどん目が悪くなっちゃってね、はい、気づいたらもう、生活は支障ないけど、仕事をするときとか、車を運転するときは、メガネを着用してます。コンタクトはね、怖いんで、つけたことないです。はい、メガネ派です。はい、じゃあ、次の質問いきます。はい、ポン。これも一応良いですね。トッシンさん、バイオさん、チクノボさんとはどんな感じ知り合ったんですかと。はい、こちらなんですけども、全部ホラフキンさんね、ホラさんの、ホラさん経由で知り合いました。まずバイオさん、バイオさん一番このその3人の中で一番最初に出会ったのは、まあ、バイオさんですね。ホラさんの、動画に最初、人狼とかじゃないんですよ、すごい前の動画なんで、あれなんですけど、なんかね、物作ったりとかして、車作ったりとかして、それでレースとかっていうのをホラさんの昔動画の企画があって、それに出演したときに、初めてバイオさんと会いましたね。はい、なんか俺のイメージとしては、なんかすごいバイオさんはそういうサーバーとかめちゃくちゃ詳しい人なんだけど、ホラさんにいろいろ教えたりやってあげたりとかしてる、なんかそう裏方、すごい縁の下の力持ちみたいな。プログラマーみたいな人なんだなっていう最初印象で、ちょっと最初怖いイメージがあったんだけど、まあすごいバイオさんね、明るい元気な人なんで、まあすぐ仲良くなりましたね。
その後に出会ったのがトッシンさんですね。バルさん同様、ホラーさんの動画の企画で、知り合って仲良くなってという感じですね。はい、で、ドエムさん、ちくのぼさんはそれから結構しばらくした後、ちょっと後ですね。でもつっても半年かな、1年、いや1年も経ってないか。バイオさんとトッシンさんと知り合ってから、ドエムさんがね、そのホラーさんのデイジーっていう、デイズっていう動画、ゾンビゲームがあるんですけども、そちらに、偶然ドエムさんがいて、ホラーさんと出会って仲良くなって、でドエムさんが動画出るようになって、でレプチンがそのホラーさんに呼ばれて、ドエムさんとも顔合わせしてっていう感じで仲良くなったという感じですかね。まあその後ね、いろいろ4人でゲームしたりするようになって今に至るという感じですね。もう2年近い付き合いになるんじゃないですかね、この4人だと。はい、まあ、バイオさんと、バイオさんとかトシーさんとかもう3年とか4年いくかな。でも結構だいぶ長い付き合いですね。次の質問、はい、なぜホラさんの人狼に出るとき毎回マイクオラフなんですか。はい、こちらですね、まあまあ毎回毎回っていうのはやっぱりキャラ固定にした方がね、あ、オラフが出てるレプチンだとかね、〇〇出てる〇〇さんだみたいに分かるようにね、キャラを毎回固定にしてますね。はい、でなんでオラフにしたかというと、レプチンもともとホラさんの前の動画とかだとマリオね、なんかコスプレしてるマリオだったり、ピカチュウだったり、結構いろんなキャラクターで出てるんですけど、オラフってキャラクターが決まったのは、まあ、人狼が始めたてぐらいの頃に、お呼ばれして、でその時俺レプチンピカチュウとか使ってたので、ピカチュウで行こうかなって思ったんですけど、まあ、ミシロンさんがポッチャマ使ってて、まあ、ポッチャマとピカチュウでポケモンかぶりするから、その時ちょうど流行ってたアナと雪の女王っていうね、ものすごい大ヒットした映画がありますけど、それに出てくるオラフのスキンがあって、これ使ったらアナと雪の女王にも引っかかるし、よりたくさんの人が動画見てくれるかもしれないねということで、オラフを使い始めたのが、きっかけですね。ちなみにレプチンまだ未だにアナと雪の女王を見たことないです。はい未だに原作知らないですね。まあでもすごい、もうずっと動画に出させていただいて使ってるんでね、だいぶ愛着湧いております。じゃあ次の質問、はい、ツイキャスでレプチンさんを知ったのですが、 YouTube を始めたきっかけは何ですか。これも非常に多かったですね。レプチンはもともとはニコ生配信者 で動画とかも全然投稿したことなくて、普通にニコ生でゲーム配信をする、でそこでホラーさんと知り合ったんですけど、で、まあ、その後ツイキャスとかね、ツイッチとか、まあ、いろんな配信サイトで配信してたんですけど、なんかやっぱたまに配信してるとですね、やっぱすごい面白い回とかがあるんですよね。いわゆる神回みたいなね、今日の放送すっごい盛り上がったな、でそしてすっごい盛り上がったやつとかを、なんかなんだろうな、そのまま消えちゃうのもったいないなと思って、でちょっと動画に残すかって動画に最初残し始めたんです。最初はそのだから放送の録画をアップしてたんですけど、まあどうせなら放送の録画じゃなくて動画としてね、やってみたらどうだろうっていう、本当になんだろう、思いつきというか、その場のノリで YouTube 始めて、でそこから毎日ほぼほぼ毎日投稿して今に至るという感じですね。ってな感じですか。なんで YouTube 始めたきっかけは、まあ動画を残そうっていうか、その面白い回を残そうと思ったのが本当に始まりで、そっからもうノリですね。はい、だから今みたいに、まあ俺が本格的に YouTube 始めたのが2年前ぐらいなんだけど、まあ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 2年前とかでも YouTuber っていうのはすごい、なんだろう、みんな結構認知度はあったけど、今みたいにすごいもう誰でも知ってるような YouTuber みたいな感じじゃなくて、なんでYouTuber になりたい、ゲーム実況者になりたいみたいな感じで始めたわけじゃないですね。まあ結果そうなったって感じですかね。じゃあ次の質問、はい、これですね、これも非常に多いですね。ですね、これレプチンの概要欄にね、ちゃんとエンディング書いてありますんでね、はい、エンディングのタイトル書いてありますんでね、そちらを見てください。使用した音源とかはだいたい概要欄に書いてあります。はい、
こんな感じかな。ほい、うん、まあ、今回はね、特に多かった、よく聞かれる質問をね、6つぐらいかな、6個ぐらいかな、答えました。またね、こんな感じで、なんかの節目とか、なんかの時に、質問コーナーやりたいと思いますので、その時またね、あのチャンネルの掲示板に質問、募集の書き込みしますので、そしてまたぜひぜひ書いてください。てな感じで、チャンネル登録5万人突破記念の質問コーナーでした。はい、皆さん、あのいつも本当に動画見てくれたりね、応援してくれてありがとうございます。これからもね、頑張って6万人7万人とね、地道に頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイビー。